まだお前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。はい、うん、戦闘開始。わしらの力をもってすれば貴様を倒すなどたやすいことだ。このタイミングか。未来はお前のためではなく今を生きる俺たちのためにある。あなたのもたらす闇を絶対に認めるわけにはいきません。今のうちだ。昔捨てた俺を今日ここに拾わせてもらう。甘い。爪はなくなった。始めるぞ。来ます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せて。今のうちだ。Yeah.
てこの展開はどう解決する？おかげ殿、頭上に注意を。当たれば痛いだけでは済まされません。取られた。決着をつける。今のうちだって。さらばだ。頑丈な壁も殴り続ければいつかはひびが入る。ひびが入る。内浜マダラ、年貢の納め時だ。勝利は俺たち。奴の動きを見極め。さてどう攻めてくる。戦闘開始。前はもう死んでいる身だ。あの世へ帰れ。受けにくい男は少ないんだけど、あなたはこのまま消えてもらう。なるほど、その力侮れんだ。だがそれだけだ。結局は俺に届くらしい。Yeah.
存分に踊るがいい。粘るものだな。これは褒美だ。受け取れ。私は
確かに弱い。だが命を懸けた時は別だ。だから今まで生きている。